おジンギスカンーピーナッツバターで炒めたシシャモジンジ,ジ,ジンギスカンやっらロー皆さんこんにちはユビデンス <laughs> 今日はこちらサウンドピーツのエアスリーデラックスエッジエスです,ですこちらをレビューしていきたいと思います,すはいではひもじいお願いします ペアルックペアルに見えるんですけど違うんすよ微妙にねそうこれ袖ストレートで何にも入ってないですこっちレフラ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 めっちゃレフラってだから今知ったけどこういう柄なんだねと思ったうんあんま見えてなかったからさ自分で来ても見えてなかったからこういう柄なんだ単純にあのね うんね、ポチったんですよあ、黄色いいなあ白もいいな同じって気づいてないっていう、ね、<laughs> 突っ込まれる前に言っておかないと「フェ、うん、アルックでできてるんですか?」ってコメントが必ず入るのでわざとですでも今日珍しいよね私が派手な方でシンプルな方でうううもともと俺ね <laughs> プライベートは地味なんでもモノクロ<え>昔はそうだったんでモノクロ、まあ昔はね まあ、ちゃんと下学しますよ、うん、というわけでえー、やって暑いよ。き日暑いよ。なんなん寒くなったら暑くなったら本当にどうにかして。メンヘラ天気。メンヘラ天気だね。えー、サウンドピーツエアスリーデラックス HS。こちらね。うん。世界初が隠されているんですよ。<何>というわけで。 提供ですす <laughs>、うん、ありがとうございますサンドピースさんもねいつも送ってくれるんでねこちらねインナーイヤー型なんですねみやびちゃんの好きなね、うん、インナーイヤー型としては世界初のハイレゾワイヤレス認定を受けてるんですよ日本でへえ<ー>なんでここに「ハイレゾオーディオワイヤレス」ってロゴ入ってしかもエルダック対応してるんですねほ<う>でねあの 1 4 2ミリのダイナミックドライバーで、さっき言いましたが、L、LDAC 対応で5時間、連続再生時間が5時間、ケース込みで20時間。で、サウンドピースの専用アプリ対応してて、あと ENC 通話ノイズキャンセリングもついてるんでね。うん、まあ、今回、ちゃんとハマるんで、リアクシンなしです。はい。で、えー、あっというか、サウンドピースさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。えー、ここから4連続。 まあ、あんまり言わないですけど、四面何かが4連続します。まじ<ジ>?。今日は。何?。ええー、まだ言いません。<laughs> さあ、繋がってますね。えっ、ー、と、イーとか切れてることを確認いたします。なんかさサンタピースさんだけ、いつもさ、うん、フィット感あるよね、インナーイヤーも。うーん、そうね。なんか、さすがインナーイヤーばっか出しているから、うん、まあ、普通のカナルも出してるけど、フィット感いいんですよね。そういえば、カナルの方が好きだよ。 うん、最近ライヤーも多いのあるじゃん。じゃカナルとサトシくんと俺だったらどっちが好き？ええー、うなぎかな。こういうね、かわし方する女みんな気をつけた方がいいよ。<laughs> 本当に気をつけた方がいいよ。なんだよ毛入った。やっぱ芸能の人ってこうですよねって言ってやってそういう時は。言え,ゆえ言ってやって言ってやって。このジンギスカンでもね。 何だよピーナッツバター炒めのジンギスカンって何だよええピーナッツバターで炒めたししゃもでしか何だよ食えよ絶対 <laughs> えっ、ー、と提供でもこうやってふざけるっていうのがうちの特徴でございますから <laughs> はい魅力的普通はちゃんとするらしいんですけどねしないですから、うん、嫌なら提供をやめてくださいそれではいつも通り聞いていきますア p p l e Music AAC コーデックで、えー、飛ばしていきますエルダックの感想は僕が言います でボリュームいってくださいねはい音もおいしそうだから、えー、下がっとくねブラックピンクさんでラブシックグルーズ <coughs> もうちょっと上げようかなうんおおボーカルが透き通ってるバランスもいいし天域も程よく効いてるし えー、はい。平井大さんでスタンバイミー、スタンバイユー。あー、やっぱバランスいいわ。今回本当にボーカルがスーッと透き通ってる感じで、なんか自然に入ってくる感覚。はい。モアニマさんで共に。ちに。 あー、バンドラと、ちょっとボーカルのパンチ力が弱いかなーって感じるかも。なんか、ふわっと軽めかも。はい。須田まさきさんで間違い探し。おお、男性バラードぴったり。<laughs> 癒しサウンドに近いね。はい。ホワイトスネークさんでステリオブザナイト。 うん。いいね。定期聴いてるから、おけの感じすごい迫力あってぴったり。あー、いたダたぶつけた。やっぱボーカル軽いな、今回バンドは。はい。あやさんで夜撫でる目の。おん、これもバランスいいし、いいね。はい。 えー、アニタ・ベイカーさんで U ブリング・ミ・ジョイ。U ブリング・ミ・ジョイ。おぉ、R&B ぴったり。いいね。あの、ふわっとしたボーカルの感じ、逆にぴったりな感じ。はい。えー、最後に ColdplayBTS で MyUniverse。 おー、マイユニバース。意外、マーに出てきて、厚みも感じられるし。へ、えー、はい。はい、感想をどうぞ。え、マイユニバースめちゃめちゃ良かった。一番簡単じゃないってぐらい。良かった。でもなんか今回は本当に透き通ってて、いい意味でふわっと軽いボーカル。でも、おけの感じが定期効いてるから、ちゃんと、その全体が軽いわけじゃないから、うん、なんか、 違った癒しサウンドっていう印象出ちた出ちたかはいはい。はい、<laughs> でいいんですかはいじゃあ僕のターンで言っていきますまず音質からええー、あね今日ピンポーンってなるかもしれないですねあヤマトと違ってあのユウセイさんはいつもギリギリに来るんで <laughs> 時間してヤマトさんは いつも時間指定頭にの24時,時だったら2時かその5分ぐらい前に「はい来ちゃいましたすみません」<ー>って来るんですけど「郵政」はギリか超えます郵政って初めて聞いたあ郵便局です <laughs>、えー、お主ですが「はい広域」は優しい柔らかい広域なんですが見通しは良くて透明感もありますで解像度もあって艶のある広域でシンバルの音も気持ち良い広域でした で、ミッド中域はね、ボーカルが近くて前に出てくる中域なんですが、で、ボーカルの解像度もいいんですが、えー、っとね、まあ、みやびも言ってましたけど、ハードロックとかアニソンとかになると、ちょっと薄くなるかなっていう感じです。で、オケとの分離は良くて、広がりと余韻もあって、えー、オケも気持ちいいです。で、定位も良かったです。で、ロー低域は、 もうこれ豊富な低域で重点を持ってますで。沈み込みもあってサブベースもいいです。で、バスドラムのキックのアタック感とかキレ感も良かったです。で、音場音上ですが、左右に広く上下も広いです。まあ、これはね、インナーイヤーなんで抜けもいいので。で、空間はね、中域をメインに横と上に伸びて広がる空間を、豊富な低域がずっしりと支える空間になっております。 で、重低音サウンドに埋もれない中域、ボーカルで、広域は優しくツヤがあるので、どんしゃりではないんですが、低音は効いております。うん、はい。で、まあ、インナーイヤー型って低音足りないことが多いんですけど、抜けちゃうので、<laughs> 十分に低音が出てて、ボーカルも、あの、前に出てるので、いいと思いました。で、エルダックで聞いた場合は、まあ、一段階、 解像度が増して、音がくっきりしてくる感じです。なので、L、LDAC が使える人は LDAC で聞いた方がいいと思います。まあ、エクスペリアとかソニーとか、<laughs> あとあれかな、シャオミ i かな。<ー>その辺に、あれ、シャオミ i って対応してるかなまあ、アンドロイド一部スマホとか、あとダップになりますけど、LDAC 使える方は LDAC で聞く方がいいと思います。ただ、AAC でも全然、びには AAC で聞かせてるので、全然大丈夫です。で、あと、 はい、つけてください。つけてるよ。つけてるな。うん、えっと、EQ がございますので、これが EQ をやっていきます。EQ?、えー、こちらが <coughs> アプリのね、EQ で、アダプティブ EQ って言ってね、あのー、聞こえる音を何回聞こえたか、1回、2回、3回とかやってくと耳に合わしてくるんですけど、僕はそれやらない方が音良かったんで、今オフにしてます、うんはい。で、まずプリセットからいきますね。はい、レコールドプレイですね。 えー、プリセットがですね。えー、またいろいろある。いろいろございまして。えー、コールドプレイかけますよ。はい。えっと、これだ。かけたので、えー、まず、くら、今、クラシ、クラシカル。うん。<laughs> いつも通り。で、ベースブースター。ちょっとこれ。おー、ずっせりきた。おけ<え>、OK、が。はい。ベース削るやつ、レデューサー。 もうさらにずっしり。で、エレクトロニック。おお、あ、で、ボーカルも重くなって、軽さがなくなった。はい。ヒップホップ。おお、なんかちょ,ち,ちょっと空間若干感じられそう。はい。ファッショナブル。あ、ボーカルがずっしりなって、さらにバランスいいかも、これ一番。 はいロックーラあのー、ウルトラジャパンいるみたい <laughs> はいバラード軽いねさらに軽いって感じはいトレブルブースターおこれもう完全中高域決めりだねはいで、えー、こちらねあのー はいですねカスタマイズもできるんですが、えー、今やってますがこれねそのつ一回フラットに利かしたんでん一回フラットに利かしたんで、うん、あの保存ができないので今からいじりますはいちょっと耳から外しといてくださいあえて見ない A 級はじゃおお 多分これでいい。ボーカル。これで軽くなくなって。このカーブ出してきます。僕カスタみやびカット。空間広がりました。はい。これ空間広がって一番いいんです。お空間広がったよ。相変わらずみや私のひもじ E 級カスタマどうですか。うんよかった。よかったでございますよ、うん。ボーカルこのぐらい欲しいなと思ってたから。 重さがちょうどボーカル出てきて空間広がるセッティングになってます。というわけで EQ も、えー、そんな感じでいじれるので、はいえー、自分の好きな EQ にして聞くのが一番いいかなとインナーイヤーなんでね耳のはまり方で音変わっちゃうのでう人によって音が全部変わるので好きな音に EQ でインナーイヤーも EQ で調整するのがデフォだと思ってください。 で、まあ音の傾向はウォーム系で、重低音も出る低域豊富なサウンドで、ボーカル中域がちゃんと出ていて、<ん>あの、ツヤがある、余韻があるサウンドが好きな人にはおすすめです。なので、感触系、フラット系、ドンシャリが好きな人にはおすすめできません。で、重低音に支えられる迫力ある低域と凹まない中域なので、ハードロック、メタルもまあみやびが 聴きましたけどハードロックメタルも迫力があって聴けますでございます。まあ、とにかく低域が豊富で中域に余,裕余韻と艶があって R&B とかバラードもとても良いでございます。はい、なのでまあ一通りオールジャンル、うん、クラシック抜かして、うん、っていうか気軽に使うものなので、うん、万能選手かなといった、うん、相変わらずサウンドピースさん音はちゃんと作ってきますね、うん、という感じでございます。 というわけで、とと気になるお値段ですね。はいえー、サウンドピーツ、エアスリーデラックス HS、Amazon、えー、で7180円なんですが、もうこれはもう、中華は、これを信用してはいけません。はい、逆にね、えー。今日、えー、っとね、今撮影しているのが10月23なんですけど、うん、現在、Amazon で1880円オフクーポンがついておりますので、うん えー、結局 5, 円ですお<ー>全然安いんですすごいね正規の値段を信じちゃいけない,い信じちゃいけないですなので5000円がですね5300円ですで世界初のインナーイヤーとしては世界初ハイレゾーワイヤレス認定を日本で受けたとで l d a c l にも対応しているということだそうでございます、うんはい、というわけで みやみさんは、こちらサウンドピーツエア3デラックス HS ェス、アマゾンで五千三百円。買いますか、買えませんか。買いんもん。す。五千七千円だったら、さっき、うん、あ、なしだわ。でも、即、うん、決だったんだけど。五千円だったら、全然ありだし。まあ、バンド、そのメインで聴かない時もあるから、だったら、なんか、まあ、一級変えればいいし。うん、って思ったら、万能じゃねと思ったし。 あの、インナイヤーでここまで何ていうのよくこうグリップとかさつけなくてもここまでの音が出せるんだなと思ったらめちゃめちゃいいなと思ったから、うん、イヤーフックねあイヤーフックそれ、うん、だから全然いいと思ったうんですはいそんな感じそんな感じ <laughs> ではひまじはい えっとサウンドピーツエアスギデラックス HS こちら売りますか売りませんか売りまーす理由はインナーイヤー型で、まあ、かなりいい音してますし AirPods3 っていう同じインナーイヤー型の2万8,000ぐらいかなってアップルが出てますが、うん、そっちより音はいいと思います、うんはい、なので価格が5300円って考えたら全然こっちの、まあ、確かにねあのいろんな機能はついてないですけど、うん ただアプリも使えるしうん、うん、インナーイヤーなんでまあ全然5300円なら全然いいんじゃないですか、うん、<あ>気軽に楽しめるちっちゃいですよまた、あ、握ったら、うん、握ったらなくなっちゃいます大事あと軽いですね <laughs> なので売らないとなりましたというわけで、はいえー、サウンドピースさんありがとうございましたありがとうございました、えー、インナーイヤー型が好きで探している方は是非候補に入れるといいと思います、はい というわけで,私はドランで、私はい。 なんか今回はね、カナルに近いんじゃないかなっていう感じの音の出方だったから、まあカナルまでいかないけど、なんかインナーイヤーでもここまで今進化してるんだなっていう感動もあったから、今回買いまーすにしましたので、皆さんも探してる方もそうじゃない方も、ぜひともね、気になったらチェックしてみてください。終わりまーす。今日もありがとうございました。よかったらコメント、高評価、ャチャンネル登録お願いします。じゃあなー。